2012年度新人賞は成田美鈴選手です。成田美鈴選手です。どうぞステージにお上がりください。成田選手は富士通レディースで初優勝を飾りまして、賞金ランキングでは27位でフィニッシュいたしました。それでは小林会長からの表彰。成田さんは確か日体大の、在学中の学生プロだと思いましたけれども、スポーツ歴がですね、バスケットボール、ソフトボール、陸上、水泳と、本当に万能スポーツエリートでございますけれども、そういった中でなぜゴルフを選んだのか、このあたりもちょっと伺ってみたいと思います。成田さん、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ルーキーでね、富士通レディで優勝いたしまして、その時の気持ちは今こう思うとどうですかね。今思うとやっぱり信じられないっていう気持ちだったので、はい、とっても嬉しかったです。はい。今年をこう振り返って、ルーキーとしてやっぱり初優勝いたしました、自分に褒め言葉から、あるいは反省の言葉、その2つを投げかけるとするとどんなことですか。まず褒め言葉から。褒め言葉はやっぱり自分の立ててた目標に達成できたってことが、よくやったって思います。はい。それから反省はございます。反省はやっぱり序盤で自分の力が発揮できてなかったと思うので、それは、はい。でもね、賞金ランキング27位っていうのはこれ大したもんだと思います。あなたは本当にスポーツ万能でいらっしゃったけども、なぜゴルフに絞られたんですか。ゴルフ、まあ、父親がやってて、私が思うに一番、世界で一番、球が遠くに飛ばせるスポーツだなと思ったので、それがとても魅力的でゴルフを始めました。ちょっとリオを目指したいですね。はい、もちろんリオを目指して頑張りたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。成田美鈴さん、今年度の新人賞でございました。